ランキングのご視聴ありがとうございました。ここからはピックアップにしている選手を順番に見ていこうと思います。1人目は黒田です。この選手は 22% の勝率でゴールキーパーで第1位です。市場価値は7万コインで買えます。この選手の情報としてはゴールキーパーロングスロー持っていて199センチ、積極的なクロス対応を持っています。僕は現役のゴールキーパーだと一番おすすめのキーパーになっています。強さ、コイン、総合的に判断して一番いいかなと思っております。この選手身長が199とめちゃめちゃ高いので、ハイボール処理の安定感やクロスへの対応ってこともかなり安心感がありますし、1対1のセービングも手足が長いんで結構止めてくれる印象があります。またケミストリーも今の環境で加熱が入れた音と匂いでつながるんで組み合わせ選手かなと思います。2人目はマルベルデです。この選手は 9% の勝率で第10位、使用価値は70万コインで購入が可能です。選手情報としてはスキル4、逆足4のミュージック、価格12センチのキリタイプが固有、ワークレートハイハイとなっております。この選手右サイドバックでは現環境だと僕は一番強いかなと感じています。ただ値段も高いです。この選手もともと中盤の選手なんで中盤起用も試したんですけども、正直中盤だとあまり強さが感じられなくって、個人的には右サイドバック今回のシェイプ後のポジションで使う方がいいかなと思いました。またこの選手は現環境でよく使われているベイルだったりとかセンターバックのミリタオともケミストリーがつながるっていうところでかなり重宝される選手かなと思います。3人目はマルキニョスです。この選手は 24% の勝率で第4位、市場価値は22万7千コインで買えます。選手情報はスキル3、逆足3の右利き、183センチのボディタイプがアベレージ、ワークレート右ハイとなっております。この選手以前出した最強センターバックでもセンターバックの起用の際の強み弱みっていうお話をしたんで、本日はこの選手をアンカーで使った際に良かった点についてお話ししようと思います。センターバック起用もトップクラスにするんですけども、個人的にはアンカーでの起用もめちゃめちゃいいなっていう印象がありました。というのも冷静さ、リアクション99ってところで相手のプレスが強くなるような中盤での起用でも崩れすぐにパスを供給できるというところと、守備面に関してはもともとセンターバックなんでかなり高い守備力を持っているというところで、中盤の底においてリンクマンとして使う、守備の時はアンカーとして構えてボールを刈り取るっていうところではすごくいい選手かなと思います。っていうところで良ければ一度試してみてください。4人目はカンセロです。この選手は 38% の勝率で1位、市場価値は22万5000コインで買えます。選手情報はスキル4、逆足5の右利き、182cm のボディタイプが固有、ワークレートがハイハイになってます。この選手リカルド・ペレイラは登場して暴落して、プラス今フッティーズが始まったっていうところで暴落したままの状態で今22万5000コインで買える、めちゃめちゃコスパいいかなと思ってます。同ポジションのテオエルザンデスが今現在50万コインぐらいなんで半分以下の値段で買えますし、シティのポルトガル人なんでケミストリーもかなり優秀ですし、守備面ではテオの方が僕はフィジカルがある分いいかなと思うんですけども、逆に攻撃面に関しては逆足後があるっていうところと右利きで LB で使ってあげると、サイドバックからの斜めスルーパスっていうのを利き足で出せるっていうところで精度が高いものを出せるっていうのはストロングポイントかなと思います。ということで今週のピックアップについては以上です。フッティーズ始まったんですけど、まだあまり SBC が多くは登場していないんで、今週はリース・ジェームス目標できた選手が RB でランキングしていたぐらいでした。これからさらに SBC でぶっ壊れ選手がいっぱい出てくると思うんで、来週以降はピンクのカードがスカッとに増える方が多いんじゃないかなと思っております。はい、ということで人気ディフェンダーランキングは以上です。その後はおまけとしてCF の報酬開封をつけてます。今週ねランク5だったんですけど、今作でも最低戦績を叩き出しちゃったんですけども、報酬がね新しくなってかなりいい報酬になってるんで、よければパック開封もご覧ください。それではパック開封へどうぞ。今週ランク5でした。報酬引きます。頼むよ。いやーくっそー、ちょっとねー
S パックないのがほんまに辛いけど、まあ、このピックでね当てます。ではいきます。カモンイエお願いします。カモン、えぐない、えぐない、ええぐない、えぐない、これさすがにえぐくない、これさすがに。じゃ次いきます。カモンイエお願いします。ほい、えぐないえぐない、え、やば、やば、ジャンかアラバやけど、アラバでいっか。なんか S の方が育てて使えるんでね。いやーマジで、いやーきついね。まあ、でもこの結構今ね、ジャンレアとかこの辺もね、特殊カードが来る可能性が高いんで、いきます。カモンイエお願いします。来い来い、お、黒、いや黒は嬉しい。イングランド、おールークショー、オーケー。まあ、黒はね、あの要求来るんで、よく黒要求が、オーケー。まあ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 、アルティメット頼む、なんか来い、カモンイエお願いします。来い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 、おお、まあ国内マンオブザマッチゲです。オッケーオッケー、これが一番先頭なんで、先頭だな、マジで。後ろは、後ろは、うわうわマジで。まあでもアリソン来たからやけど、え、そんな特殊って今季、いやーきつい